が松園寺さんの三門ですね。ほほう。そしてね、目明大師ってあるでしょ。これが目明菩薩ですね。ほう。あ、どうなってんだろう。ちょっとあれかな。いらっしゃるかな。浄土宗なんだ。はい、松園寺さんですね。まあ本堂ですね。そしてここにね、これ供養庚申塔ってありますね。これはね、南無阿弥陀仏の妙号塔ですね。これは天下和順の、まあ日月照明かな。これ、無量寿経のね、祝勝門っていう、まあ、おめでたいお経の冒頭なんですよ。独樹三千部。一千部供養、まあいろいろと書いてありますね。でね、明和三年ですね、寅年の11月17日かな。これはまあ秩父っていうのがよくありますけど、まあ、その隣が、まあ、西国かな。その下が、まあ、四国で、その隣が、まあ、坂東ってあるから、これ188番の、まあね、全部回り終えたという、まあ、その証の188番で。あとね、まあ基礎の方にはね、まあ23夜供養ってあるんですけど、まあ地蔵菩薩ですね。こちらは100番供養です。順拝かな。庚申供養と。法暦三年取り天。まあ、1753年。まあ、取り年だったんですかね。そしてこれも庚申塔ですね。享保15年ってありますね。はい。こちらがね、松園寺さんにある正面金剛ですね。ああ、三猿ですね。まあ、向かって右側からね、まあ、言わざる、聞かざる、見ざる。まあ、そんな感じになってますね。まあ、久々の登場でショケラさんがいらっしゃいますね。まあ、一般的にはショケラさんはね、横向きでね、まあ、髪の毛をわしづかみにされて、まあ、吊るされてるんですけど、このショケラさんは正面を向いてますね。あ、左手にはね、左手って向かって左の下の、下にはね、蛇を持ってますね。まあ、剣とね。まあ、剣尺なのかな。それと、まあ、矛かな、矛。それと、まあ、珍しいのはね、弓と矢をですね、まあね、向かって右の上なんですけど、一緒にしてわしづかみにしてますね。これはなかなか珍しいですね。まあ弓と矢をね、一つの手でね、まあ、わしづかみ。そして、まあ実月ですね。
まあ、右側がお日様で、左側が、まあ、三日月になってますけど、月ですね。これは随分見事な正面混合ですよ。ショケラさん。こちらはね、お高大明神ってありますね。そこ面白いですよ。まあ、現在人口4万50人。ああ、奈良町。あ、このね、脇。地区の。これ、諏訪大明神ですね。養蚕神社ってこれじゃないのかな？明治34年春4月だ。ほほほほ。こういった感じですね。二つ並んでますね。まあ、二つなんて、あ、三つですかね。中央にもありますかね。家内安全身体強健平成5年石仏研究会。まあ、天照大王まで、まあ、何か名前があるとありがたいんですけどね。高神社と、まあ、諏訪神社ってあったんですけど。はい、そちらがね、まあ、お高神社、それと諏訪神社、それに、まあ、天照大神だから、まあ、伊勢神宮、まあ、神明宮かな。まあ、こちらにもね、こういった感じで。これは相対同祖神ですね。まあ、手つなぎ、肩抱き型ですかね。遠鏡、ま、なんとか分かりましたよ。遠鏡五、土の絵、たつ。このたつの字がね、なかなか分かんなかったけど、まあたつかなって気がしますね。これ五ですね。語もね、なかなかね、判読難しいんですよ。まあ、こういった感じの、相対同祖神。こちらはね、ま、こ、と、ひ、ら、ま、神。ことひら神ですね。じゃあね、無事に帰れますようにお願いします。ミミオ菩薩がね、まあ、群馬絹井さんに登録されました。そしてね、まあ、こちらにはね、まあ、これね、蚕を飼うって養うって書いてあるんですよ。まあ、神社の名前がね、
これね、古外神社でいいと思いますね。うん。昭和53年、今村先生の聖徳の日。ああ。きっとね、養蚕を指導してくださる先生っていうのがいて、まあその方だと思いますよね。まあこういう私の父親もね、もう亡くなってるんですけど、まあ養蚕のね、普及医みたいな、そういったことをやれて、まあいましたね。うん。こういった、ちょっと何が書いてあるか見ようか。あ、神社遷座20周年。へぇ。あ、鳥居も建設したんだね。なるほどね。まあ、ここのところに私の名字と同じ、まあ、たくさんいらっしゃいますけど。まあ、父親もね、まあ、こちらの出身なんですよ。だから、昭和54年頃だから、まあ、今村さんっていう方は知ってたかもしれませんね。ええ。あ、こちらはね、まあ、狛犬さん。うん。ね、今村万次郎さん。養蚕教師ってあります。こちら。まあ、お子さんがいます。ああ、元気に育つんだよ。おぉ、すごい。これ、難しい字ですよね。蚕の字。子蚕神。子蚕の神。すごい。これは、まあ、俳句なのかな。まあ、難しくて何て書いてあるかわかんないけど。飼育者一度。今村式だって。すごいね。これは、まあ、産業報告でいいと思います。養蚕教師、今村万次郎さん。うん。中はどうなってますかね。ちょっと暗いですかね。こういった感じですね。はい。古外神社からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。